V 井三佐白猿にある郊祖の蝶像郊祖は中国の神話の中で長寿の仙人であり伝説の中では南極老人の化身とされており800歳の寿命を保ったことで有名である。姓は郊で名は仙でありこうとも言う郊祖は戦力のしゃごとされている父親の陸をあるはクレカイの長子であり母親は 気宝狩領の妹である女である。欲しいまま蝶がの経営を作ったことにより、帝、京の知るところとなり、大宝に封じられ、これが大宝四国となった。また、宝庫と称している。伝説の中の宝生の祖先である。行程より、夏、象徴を経て、正代には守る蔵主となり、勘は拝見大部となっている。修代には中華主となっている。 妻四十九をめとり、子は五十四人いたという。伝説では、八百年生き、長寿の神とされた。新宣伝では、彼を、陰末、い六十七歳、しかも不水老。昇降静か静、不恵政務不栄名誉、不職者服、ただも養生かつみ仕事と記している。彼の養生の道は、後世の人が整理して、放送養生教。 放送をおさむせ論にまとめて世に知られた。放送の歴史上の影響は花肌大きい。孔子は彼を大変尊敬している。創始、純始、旅費などの先進の思想家には皆放送に関する記述がある。子規などの師匠にも彼に関する記載がある。道家はさらに放送を、道家の先駆者の一人として立て祭っている。数多の道家の転籍には 放送の養生論を保存している。新代の医学家活動が先日した新宣伝の中には特別に放送の電気を立てている。そこには以下のような記述がある。当時の君主が人を派遣して彼に道を求めてきた。彼が言うには私は言原のことして生まれ3歳で母を失った。拳銃の乱に会い、災域をさすら来すること104年であった。 少し枯れてきたが、四十九人の妻を失い、五十四人の子供を失い、しばしば勇敢に遭遇し、気を和らげ、傷を押してきた。永遠症かで、世を渡るのを恐れている。聞いているところは、船舶なので、お教えするほどではありません。晩年は、権威軍部用に住み、病を得て亡くなった後、この地に葬られた。石踏みには、正待健母とある。 現在の四川省、宝山区の東から遠くないところに、法祖祠らがある。一説には、千流がかつて、法祖の墓、法祖の病棟を整備したという。勝光は、法牧師の中で、八百歳とは、法祖がこの世を離れた年で千人になったとしている。また、釈大変では、法祖は八百年間大部であり、その後、西の流砂に消えたとしている。先進時期、 法祖は人々の間では千人とされていた。前漢の流教は列船伝の中で法祖を旋回に入れ列戦と称している。こうして法祖は次第に神話の人物となっていった。当代の妖怪の庭菊符に次のようにある。公文公、氏名、おさむ法祖の術、補正和紙、この演習基地、太平公記には次のようにある。 井原次世、三歳出母、偶賢獣の乱、竜理再生期、百有四年。かも、証子、も四十九妻、出後十四死、数層有感、脇折り傷。田源地とせ、食女同時、歩行日過ぎ五百里、脳を割年不腐食、また脳をついた地球食。四季の、蘇生下に、放祖死、陰の時かつてため紅白、陰の末世滅放訴死。とあり、 氏は古代において多く相続の称号として用いられていることから、放祖は実際上一士族の名称と推測することができる。式には、また、法政の士族が大宝人氏の地に封じられていることが記載されている。信代の穴広盛は、列紙、力命編に注釈を加える中で、放祖の里氏不出、行春の上辞書800の句に解説を加えて、次のように述べている。 法祖者、法政のそなり。法政諸国、大法、猪の恋、諸刑。大法歴こと恐れなつ、おしため吐く、武帝の余滅の、恋枠、法祖八百歳、いい、法国八百年しかもぼう、ひのる不しなり。これは、明確に状況を説明している。法祖が八百年生きたのではなく、法史の国が八百年で滅びたとするのである。聖書御書 戦玉創尊宿遊の弟会、生陸を割り、陸を割るし六人、その三曰くこう、ため、放送、風、お大法余本には、次のようにある。陸を割るゆき子、その三曰く、ぜため、放送。放送上これや。下勝、放送塚。放送長年八百、免獣衛生うこの憂鬱か。二また元局の化けたしか。祖父、天文。 高校新規地味門南京、受け子と武器へ太船に久市長。通し、私族略に、法詞、即大法の国、在承ため広告。古宿有の後、有力終わるし、六詞、第三詞法育て国法、子孫木国試し、また法また試せ。有聖書、吉る類降、法詞長年論に、石膏通詞を引いて、次のように記している。 高祖母在廷案件東南十里、大気読む山天中峰毛。ありがとうございます。